今回紹介するのはえなこさんなのだ。1994年1月22日生まれの28歳、身長154センチ、名古屋出身。スリーサイズは86、59、85、 E カップ。えなこさんはコスプレイヤー、グラビアアイドルとして大活躍されている。えなこは芸名であり、由来は最初に使用していたハンドルネームがみなずきえりなで、それからえなとなり、最後はえなこに落ち着いた。みなずきえりなと名乗っていた理由は特になく、単純に可愛いからとか文字が良い感じだからと語っているのだ。性格は気が強くて負けず嫌い。好きな動物はウサギ、猫で、2016年10月からアメリカンショートヘアのチャムチャムと暮らしている。月収は100万円以上あり、コミックマーケットでは夏と冬を合わせて2日間で1000万円以上を売り上げたこともある。好きな色はピンクで、コスプレの際もよく似合っているのだ。本人曰く、雨女とのことで自分にとって大事な行事の日はほとんど雨が降ってしまうらしい。一番好きなアニメは僕らベアベアーズで、作画がすごく綺麗で見入ってしまう神アニメは空の境界である。好きな人物は声優の田村ゆかりさんで、魔法少女リリカルなのは劇場版では映画館で5回も見に行ったほどとか。好きなアニメの男性キャラクターはコードギアスの主人公ルルーシュランペルージであり、現実の男性は趣味や仕事を理解できる人。年上だとシーナキッテイさんが好きで、黒縁メガネフェチであることから宮川大輔さんも好きらしい。結婚式はグアムやハワイであげたいとも語っている。そんなえなこさんの好きな食べ物はウーロン茶、和食で、嫌いな食べ物は辛いものなのだ。ダイエットは時間厳守で好きなものを食べる方法と室内筋力トレーニングを取り入れている。趣味はアニメ鑑賞、カラオケ、コスプレ、音楽ゲーム、美少女ゲーム。コスプレ衣装の手作りやウィッグをカットするほど手先が器用で、衣装制作の際には家中を裸でうろついているらしいのだ。思い出の衣装はコミックマーケットで来た東方プロジェクトのキャラクターリザヨイサクヤであり、多くの人にツイッター等で紹介され広く知れ渡り転機になった。そんなえなこさんも普段は目立たない格好をしているそうなのだ。ゲームも大好きで、初めてプレイしたゲームはポケットモンスター赤。リズムアクションゲームのリフレクでは番組中にハードモードをプレイし、フルコンボを達成させた腕前である。他にバイオハザードシリーズやモンスターハンターシリーズなどいろいろプレイしているゲーマーである。休日は20時間くらい寝ているか、1日中ゲームして眠たくなったら仮眠を取るという過ごし方をするそうなのだ。そんな可愛らしい一面を持つえなこさんから今後も目が離せないのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので、皆さんにもっと見ていただきたいのだ。動画を見て可愛い、応援したいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。またこの人について知りたい、取り上げてほしいという方がいたら、ぜひぜひコメント欄に書いていってほしいのだ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうなのだ。